こんにちは、ラクーマゆかりご飯チャンネルのゆかりです。このチャンネルでは時間をかけずに美味しい料理を作りたいという方のためのラクーマレシピをご紹介しています。チャンネル登録よろしくお願いします。今回は食パンがあったら作りたい即カレーパンのレシピをご紹介します。たっぷりの油で揚げなくてもあのカレーパンの味をすぐに作れます。材料はこちらです。まずはカレーパンのカレーを作っていきます。トマトジュースを入れます。水の代わりにトマトジュースを入れるとトマトジュースの酸味や旨味が加わって美味しくなります。ここにツナ缶、今からレンジ加熱していくんですけど、ツナ缶も一緒に加熱した方がツナから旨味が出てきて美味しいです。ここにカレールー、ふんわりとラップをして600ワットのレンジで加熱します。レンジ加熱して温めたらよく混ぜてカレールーを溶かします。ここにですね、これです、パン粉を入れることでとろみをつけます。パン粉入れるとこうやってとろみがつくんです。これにとろみがついたらパンに塗っていきます。チーズが入ったカレーパンって美味しいじゃないですか。なので今回もピザ用チーズを散らしていきます。カレーパンの周りの部分、パン粉のところですね、上にパン粉を振ります。パーッと全体に振ります。今回油で揚げないですけど、こうやってパン粉を上にまぶすことによってカリカリに焼き上がって、あのカレーパンの食感を楽しめます。オリーブオイル、パン粉にかかるように全体に回しかけます。オリーブオイルをかけたらトースターでカリッと焼いていきます。焼き上がったら仕上げに黒胡椒を振ると香りよく仕上がります。どうぞ。カレーパンだ。ありがとうございます。上のパン粉ですか？はい、そうです。カレーパンのサクサクの表面になったりとか、中のカレーも程よく辛みがあって美味しいです。ぜひ朝ごはんに。こんなに手軽に作れるならパン工場になりますね。パン工場になりますね。いかがだなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。